からやめてほしい。すごい歩き方してたんだけど面白くない。やからみたいだった。大丈夫、やからみたいだったけど今すっごい、ちょっと今すっごいオフモードになったんだけど。ねえ、何撮ってんの。いや今日成長日記だと思って、あ、そうだと思って、じゃあテニスコート行きますか。行くよ。はい、どうもあやたろうチャンネルのあやたろうとゆにゃんとみほたんです。お願いします。ということでみほたの成長日記がね、もういつも生か分かんないんだけど、あの今日はね、実戦ということで、お試合ですよ。大丈夫？大丈夫だったもん。だって2ヶ月半以上やってないんだぜ。それいつもなんで半分ちょっと持ってるじゃん。2ヶ月半持ってるじゃん。ということで今日はみほたのためにあのスペシャルゲスト呼んでますんで、超大物 YouTuber、 松竹芸能とウームの架け橋にしてる、登場していただきましょう、マリモさんです。おい、俺だよ。はい、どうも水溜りボンドです。よろしくお願いします。本当に使うぞこれ。どうも今日ミスで最低。そしてマリモ、お願いします。お願いします。ということで今日はあゆ太郎チャンネル VS 秋山ペイソンチャンネルで試合していこうかなと思います。よっしゃ、やっていきましょう。あのあゆ太郎チャンネルは負けるってことはないと思うんですけど、まあ今回ね、でも3人じゃないですか。なんか交代でやっていこうかなって。あー、1ゲームごとに、まあ俺らね、あの腕はすごいんですけど体力がないんでね、そこだけはちょっとね心配。逆だよね、体力に自信あるんですよ。だけどね、今回はみほたんの成長日記ということで実戦で成長していくタイプって信じてる、はい、いや本当にもう初なんで、ありがたいですね。ちょっと静かにしとこう。なんで。はい、じゃあ早速やっていきましょう。お願いします。せーの、レッツゴー。意気込みお願いします。足プルンプンだけど頑張ります。足プルンプンなの。マジでなんかプルンプン。今日取り今ねなんか こんな感じ、今こんな感じ。ちょっと皆さんアップでやられちゃってますね。2ヶ月半分のテニス前でやろう。じゃあ今日は静かにやります。はい、いやいいよ騒いで。1、コートから出ないこと。コートから出ないね。2、叫ばないこと。そうです、叫んじゃいけない。叫んじゃいけない。じゃあちょっと正式な感じで挨拶からいきます。はい。ありがとうございます。全員だからジャンク。
選手。次じゃあ交代で。頼んだよ。いけるぞ。プレッシャーだよ。はい。焦りを隠せない様子だね。うまい。うまい ラブコむずいな、ほんと。取られた。立場がね。はい、ただいまですね、ゲームカウント2-1リードです。わーい。ミオタンは結構ガチガチ硬い系だから、レンはね、あの同じ感じで動いてていいと思う。ああ、なるほど。貫き通していいと思う。あ、じゃあ貫き通します、ね。じゃあ行きましょう。なんだよ。大丈夫、レン。取られてもミオタンが取ってくれるから。あ、そうなんです。頑張れ。ナイスモーション。いいモーション今の。ナイス。うわ、危ねえ。あ、惜しい。
これで優秀、あの、決めたで決めれば。そうですね、決めていこう。決めていいですか。いいっすよ。決められるもんならね、みほたん気をつけてね。今日、棺桶ダンスをさせてあげるよ。勝負にさせてあげてるって話なんですけど。ここカットして。使いまーす。カットしては使ってだ。あゆ太郎チャンネル。勝ちにしか興味はねえな俺は。いやいやいや、3対2なんてまだそもそもないからね。始まりました。3対2なんてそもそもないんだから、体力しんどいんだから。それはもうね、成長日記関係ないよ。いやでもマジで上手かったね。上手かったよね、うん、いやびっくりした、びっくりしたマジで。こんな成長してると思ったよ。成長するんですよそりゃ。ポジションいつ教えました。ポジションはね、教えてないね。うん、なんかちゃんと自然と多分センター入ってる。あ、ボレーじゃない、バレーの。バレーのこの角度とかが分かるよ。こうやって動いてるね、バレーみたいな。そうそうそう。あ、すごい。ミホタのソフトテニス成長日記、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。バイバイ。ミホタンでーす。テニスしてもらいます。昨日、でも、公園出て、よろしくお願いします。